高笑い、助かる。トーマ、上条さん、君たちに会えることずっと楽しみにしてたよ。本当にござるか。嬉しいこと言うな、お前。乗せられるなよ。騙されるぞ。安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。本当にござるか。皆さん、見ないお顔ですね。うん、紹介から許可を得ているのでしょうか。これ本当、嘘ついたら。あかんやって。すみません、やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。え、最初から出してよ。おい、あれ、リンクした。本当それだ。でも信用できへん。離島へようこそ。なんかこの人テンション低いな。配信中やぞ。ワントン上げろ。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。異世界転生ものでめっちゃ聞いたことあるで。迷子なった。動物の森やったらめちゃくちゃ落書きされるやつ。手続き料の200万モラをお支払いください。競馬で当てるしか。トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40万モラにしましょう。手続き料なんて600モラで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ。どうか。これあれ、40万相当の飯をおごるっていう認識でいいのかな。トーマ、わかりました。わ、そこで手を打ちましょう。今登録しますね。これは役割ですね。紹介の会長はクリスという。飽きてクリス長いよ。20分、喋りすぎちゃう。配信やで。実際に我々外国の商人を搾取しているのは、勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。ごめん、結構真剣な話やったな。税金徴収や不条理な規則、猫、それだけならまだ良かったのですが、猫ちゃん、上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。もう知らん、タンコばっかポン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 出して、ほんまに4月から値上げってこと。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。経済学を学びましょう。てかあんた話長すぎて朝になったよ。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。ほら、独占禁止法とか勉強しよう。社会科の勉強したら誰でもわかるぞ。彼の商品の供給元がどこなのかもわかりません。これ絶対違法やで。国から消化骨髄をその商人に渡して、その商人がクリスとかに高いお金で売って、民衆たちは買ったやつを国に納める。で、国がまたそれをその例の商人に渡すっていう悪の循環が始まってるよ、この国は。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。爆弾仕掛けたい。こいつか、あれ顔してるで。後ろから行こう。背中から切りつける。何しに来た。お前を海に突き落としに来た。お前ずっと立ってた一晩中。ベルーナの情報、例の商人、以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。貝殻そんな売れんの。動物の森だけやで。彼の髪の色と目の色には気づいたかい。わからん、見てなかった。どうやって倒すかしか見てなかった。戦闘狂だよ。切り込む隙を見つけたようだね。そうそうそう、首筋をガッと。海からの奇襲。ほら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 、稲光り、いや、すなわち永遠なり。切り込んだぜ。こんな日はタンポポ臭が飲みたいな。懐かしい、モンド城の雰囲気。帰りたい、自由の都へ。帰れ。効果があるみたいだぞ。聞いてる聞いてる。感情を揺さぶろったってそうはいかないからな。もうグラグラやで。ジェンガの最終戦みたいになってんで。今度はなんだ。強がり。目をつぶれって。
突き落としてやるから精神攻撃は基本そうね上等だ怪盗祭だ感情豊かでくさ夜の海辺に来ては波の音を聞いてるふるさとから届いた音だと思いながらなそれで海辺近くを集合場所にしてるんや可愛いとこあるやんでもその波の音はね故郷からは届いてないよだが俺はあいつらを裏切ったんだ次は君が切られる番です臆病なやつだな間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ魔術サイドになってきたなこれその見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだったなんか急にこいつも被害者面し始めましたけどどうするするスロスロいつも俺が報告をした後ヤサ毎回必ずどこかに行くんだいつも怪しいって思っててなパチンコ行ってんちゃんついさっきケイジローと会ったばかりだ、うん、今から連れてってやるよ今さっきって君10分以上喋ってるけど追いつけるよしじゃあ早く行こう、うん、よし行けるぞ足軽のケイジローを見つけるいや案内しろよやつだケイジローだえ追っかけたかな気づかれずについていくメタルギア始まったここでか隠れよ警備こいつら視界、まだ払ってないやつは静かに見つかっちゃうぞ確かにこれ隠れ方とかで性格出ますねこっちはねいつでもね首狙えるようにちょこちょこっとついていきましたね主人公の地止め助かるじゃあ俺はここで先に帰るよ帰り道どうつけや後ろ狙われてるかもしれんよそれで心変わりしてみまあ仕掛けたおつでベルナーってひねくれた性格だなほんとなひねりすぎて逆にもうまっすぐやば絞り雑巾法令は法令規則は規則払うべきものは払ってもらう言い訳は無駄だぞこいつあれやな多分制服着た警察官が強くなるのと一緒で気強くなってるだけやで転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる喋りすぎだカイモンずっと騙されてたのかそうだよさあ今からみんなでブルボッコをターンだぜボコボコにしよう武器を取れみんな早く武器を持ってこいやっぱり力でねじ伏せて強いやつが偉いどう処理するつもりなんだ首を切ろう腸下骨髄全部よこしなさいそれらを使いこれから先少しの間税金を立て替えてください甘くないそんなんでいいのそれだけでいいのかパイモンがちゃんと心の声喋ってくれるいいだろお前の顔に免じてただでやる何こいつ自分の方が優位に立てると思ってんやろ交渉ひたくそ面の皮が厚すぎるまあその面の皮ね生ハムの原木みたいに変えていくんですよこれからね搾取されるのはもううんざりだこの件がそう簡単に終わると思うなよこの憎しみがパワーを踏んで倒すハリソンとは気が合いそうだね一緒にこいつの首を打とうハリソンめっちゃ怒るやんそんな声はらんでいいやん今もう夜の11時やで一般通貨モブ助かる感情奉行はやはり骨の髄まで腐消化骨髄ってそういうことめっちゃ揶揄するやん君たちに隠し事はしたくない本当でござるか1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり北斗の姉子と仲良くなったんだ1ヶ月でできたすごいなたった1ヶ月ですごすぎる同じこと言わないの配信してるの違うこと言って君たちが協力してくれればメガリレーはだが断るね、今どんな気持ち？ね、どんな気持ち？
君たちを導くって約束したしね。本当かな。